お前のそのうるさい唇を俺の唇で塞いでやるよ。久しぶり。最近耳かきやってなかったからすっげえ汚くなったんじゃないのって思って、今日はこの超かわいい耳かき、中国製のやつだったら怒ってやるよ。一時期問題になったじゃん。日本製はダメだからね。中国製を怒ってやるよ。そろそろ反対側行こっか。
唇で塞いでやるよって言いたいね。よくファミレスとかにさ、ファミレスとかに女のグループとか 3,4 人でいるとすげえよ、すっげえ盛り上がってて、ほんとね、魔人監督がすごいから言ってやりたいね、そのセリフ。そのマシンガントークの唇を俺の唇で塞いでやるよってさ、一回でいいから言ってみたいよね、そのセリフさ。まあ今言ったけどさ、そのうるさい唇を俺の唇で塞いでやるよ。お前のそのうるさい唇を俺の唇で塞いでやるよって言いたいね。少ししたら、じゃあ行こっか。絵になるな、ちょっとこれお気に入りだね。
2500円くらいだったかな。起きないと。俺の唇で。塞いじゃうぞ。よし、じゃあマックで。